益城町で200年以上続くといわれる木山初市は、毎年3月の最初の土日に開かれ、地元では春を感じさせる恒例行事となっています。コロナ禍や熊本地震の復旧工事の影響もあり、この木山横町通りでの開催は5年ぶりで、歩行者天国になっている通りには、町内の飲食店などおよそ50の店舗が軒を連ねています。中でも団子にあんをたっぷりとまとわせた初市名物市団子の店には多くの客が行列を作っていました。今まで会えなかった人たちといろんな会話ができるというこういう場を作って、あの町全体のですね、活気を持ち直したいという思いです。初市は今日午後5時まで開かれています。